アンジェロ・ヤンクはドイツの画家である馬に乗ったカリノなど動物を描くのを得意としたミュンヘン美術院の教授などを務めたミュンヘンに生まれた1891年から1896年の間ミュンヘン美術院でリフツやヘッカーの下で学び1895年からミュンヘンのガラス宮殿で開かれる展覧会に出展した1898年には ミュンヘン分離派の開いた展覧会に出展するようになった。1899年から1907年の間、1882年に創立された女性の参加を認めるミュンヘン、芸術家協会の女子美術学校の教師を務め、1907年からは、ビルヘルム・フォン・ディーツの後を継いでミュンヘン美術院の教授となった。1922年から、 ミュンヘン美術院の教授で動物を描いた画家として知られていた、ツユヨゲルの後を継いで動物画のクラスを指導した。1920年代の後半にミュンヘン美術家協会の議長を務め、ミュンヘンのガラス宮殿の美術展を運営した。狩りの情景など馬と馬に乗る人物を描いた絵で知られている。ミュンヘンやベルリンの公共施設の装飾画も描き、ユーゲントや、 ジンプリチシムスといった雑誌の挿絵なども描いた。1904年に、テューンゲン家の娘と結婚した。娘は1939年に、アイゼンバッハ男爵と結婚した。美術教師の時代の教え子に、シュニュールがいて、シュニュールは父親がわからない子供の親権を得るために、フランツ・マルクと弁宜上の結婚をしたが、彼女の息子の父親が、ヤンクだとする説もある。 ありがとうございます。